はい、三島るくです。今回はですね、やっぱり右京とかで、シャルロットが出会ってなかった方が多いんで、シャルロット対策の動画を作ってみようと思います。基本的にですね、強いシャルロットはちょっとヒッてるタイプが多いんで、完璧のシャルロットをなんか相手にした対策を作りたいと思いますね。まあ攻めてくればね、攻めてくればいろんな選択肢が右京にはあるので、そこまで困らないと思いますね。そこは、はい。一応完璧を中心にして、シャルロット相手だったら、これぐらいね、これぐらいの間合いを必ず守ること。ここを、これをお勧めします。ここから戦いが始まりますね。これぐらいの間合いをちゃんとキープできるかどうか。これぐらいの間合いって言えば、やっぱりシャルロットのしゃがみ弱やしゃがみ中が当たらない距離ですね。これぐらいをきちんと守っていくことですね。もしここでもう攻めてくる相手だったら、まあそんなに困らないでしょう。もうジャンプしたら、まあ、しゃがみ中で簡単に落とせます。まあ反射神経が良ければ、ツバメも可能ですが、今のように、なぜかツバメが当たらない時が多い。こうなったりする。まあ読めばね、読めば勝てるけど、こうなっちゃうので、できればまあしゃがみ中で落としていくのが一番でしょう。なので、これぐらいの間合いでジャンプしてくれれば、まあしゃがみ中。で、その後もきちんと、こう、スラの安全距離などでスラで相手の動きを止めるとか、それとも、まあ、こういうちょっとリスクあるんですけど、リタックをかけるか。まあ、基本はね、こうやって、こんなに攻めを打ち続けることなんですけどね。とにかく、こう、ジャンプしてくれればありがたい。ジャンプする相手を落として、こう、スラで、動けなくようにするのが基本ですね。で、じゃあ強い相手はなかなかジャンプしてこないので、どうすればいいか。この間合いをおすすめしたのがね、基本的に、こう、当たらない、これぐらいの間合いなので、これだったら当たらなくても、弾き返しは可能ですので、これぐらいだったら、弾き返しをばらまいて、まあそこまで反撃は来ないので、うまく、こう、弾き返しをばらまいておく。もういいんですけど、やっぱり読まれたらいろいろ反撃が来るので、これもいいです。これで差し返し。差し返し。リーチ外から差し返しできるので、これをしゃがみ中をおすすめして、もしかしてジャンプになっても落とせるので、なので、こうやって、しゃがみ中で差し返しをするか、それとも、こう、針をばらまいとくか、ことですね。じゃあ、こうなったらどうするんでしょうか。やっぱり強いシャルロットはね、強いシャルロットはここで、こっちの弾き返しとか、差し返しを読んで、まあ、ジャンプしない前提でね、これを読んで、これをあげます。これが強いシャルロットかどうかわかりますね。こんな感じになっちゃう。なので、これにトレード反応できるかが問題ですよね。一番いいのは、まあ、ジャストガード。こうね、この必殺技、竜巻の必殺技は、使いますよってこう、操作があるので、見ればわかるでしょう。これを見て、ジャストガードするのが無難。あ、失敗しちゃうか。まあ、中とか強とかで、こう、時間差をかけることもできますけどね。そっちはリスクあるから、あんなシュってこないでしょう。ですが、これだけではちょっと物足りですね。まあ、ここでこんな感じでやってって、相手が知ったら、確定します。スラが確定します。マイナス20フレイなので、早く反応すれば、これが確定します。これが一番大切です。ちょっと薄ければこうなるけど安全だな。ポイントは、カードをした途端動かなきゃならない。技のエフェクトがある時に使ってはいけないですね。なので、カードした途端、全部ガードになってますね。なので、結局これぐらいの間合いで、弾き返しや、しゃがみ中で、差し返しを知っといて、
ね、これぐらいの間合いなら絶対当たらないので、これぐらいで弾き返しを狙うとか、それともこうやって差し返しするか、それともこうだったら強いシャルロットならここでこれを使ってくるので、早く反応して必ずスライディングを当てることで確定しますよ。これ練習したい、確定するでしょ。少しでも遅れたらカードされちゃうんですけどね。で倒したら地獄のディタクの味をたっぷり味わえてあげましょう。もうこれからは地獄よ。ってわけでシャルロットは対策を考えたいと思います。こんな感じでね、これぐらいを回ってきてジャンプすればしゃがみ中で落とす。じゃあもう一回やってみますかね。落とす、弾き返し、ちょっと難しい。こんな感じで着はもしうまくいかないけど、ちょっと遅れたね。こんな形で戦っていけばいいと思いますね。最後はまあこの膝に困ってる人が多いんですけどね、まあ一番辛いのはこう当たらない間合いで膝を振って投げをかけてくるとか、それがカード知ってるのかどうか分かんないので大変ですけどね。これをどうすればいいか、まあ3K で全部反応できます。カードしても勝つ、大体 3K で。こういう場合にもパクツバメで全部反応できます。もし、うん、こんな形でジャンプすればどうなるかと思うんですけどね。これも全部対策できます。なので膝をガードしたら、まあこれもいいんですけどね、まあちょっと怖かったらバックツバに行って反応すれば全部対応できるので、膝もそんなに怖くはない。まあ次はあなたのセンスの特許次第だ。いつも言ってますが、受けに一番大切なのはどれほど勝ちたいっていう欲求、破れることへの恐れ、その全てを捨てきてツバメを触れるかどうかなので、そこをうまくやっていけば真の上位と竜の達人になれると思います。以上です。